まゆる。そう、そこは昔、生贄が身を投げた井戸があった場所なんだって。涼しくなった？夏の夜の階段、結構楽しいね。なんでせいちゃんはあんなに平気そうなの？あら、私は全然怖くないわよ。だって、こういう話をしてると本当にお化けが出るって。次は誰？私の話は終わったから、次はスペちゃんかキングの番だよ。私はスペシャルウィークさんの次でいいわ。でも私何にも知らないんだけど。じゃあ次も私の話ね。これは合宿所で起きた話なんだけど。暗いよキングちゃん。こんなのただの自然現象でしょ。早くろうそくを。そんなもの聞かないよ。この世には触れてはならないこともあるのですよ。やっぱり白浮様ってすごいです。そう思いました。あれ、なんか